こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ラバが死んでしまいました。少し無茶をしすぎたんじゃないの？多分私は、私の思っていた以上にメサが見つからないことに疲労していたようです。ラバの川越ジャンプはリスクとスピードとのみ合いなのですが、最近の私はスピードに比重を置いていましたね。改めて気づきました。メサが見つからなさすぎて、なりふり構っていられなくなってきたわけね。ただ、ここでラバが死んだのは本当に想定外でした。実はジャンプを練習し始める前に、ジャンプ失敗でラバが川に落ち洞窟にはまる率の試算はしていました。試算結果は、1% 未満だったんです。1% 未満って、そんなに低いの？地形集計データや洞窟の広さ、ラバの体の大きさからの試算なので、それなりの精度がある数字のはずです。あ、とりあえずロバは発見しました。運がいいのか悪いのか。両極端ですね。どうも私は 1% 未満で起こり得ることも想定しながらプレイしないとならないようです。さて、バイオーム表はいつも通りですね。言うことなしです。悪い意味で。地図は31枚目の途中までというところです。手持ちの地図では33枚目を作るのが限度なので、そこまでメサが見つからなかったら、地図を入れ替えに一旦拠点に変える予定です。迂回しないとどうしようもないくらいにきっちり阻まれてしまってますね。まあ橋がかかっているのでよかったです。でも、こうもきちんと橋がある峡谷は珍しいわね。徒歩で山岳バイオームを縦断するのは手間ですね。ジャンプ多様で満腹ゲージも徐々に減ってます。白い雪景色の最中に似合う白い羊が、なんだか浮いていますね。絶妙なバランス感覚というか、奇妙なバランス感覚ね。一体、この羊には何が見えているのでしょうか。宇宙と書いて空かしら。屋根状の森を抜けているところで、一風変わった巨大キノコを見つけました。巨大キノコって、葉っぱに競り負けてしまうこともあるんですね。こういうのを見たのは初めてです。キノコの中から空が透けて見えると、なんか新鮮で不思議な感じよね。ぼちぼち屋根状の森を過ぎたところでジャンプ台がありました。1ブロックでも水深があれば確かダメージ受けないはずですよね。無事でしたが、やっぱり昔のバージョンの仕様に慣れがあるのでまだ怖いです。うおー、来た？来たって、まあ周囲にはゾンビがいないようだし、スポナーの可能性があるわね。スポナーであれば、サドルが見つかる可能性があります。あった、ありました。第1関門はクリアです。あとは第2関門の宝箱の中身ですが、果たして。宝箱が2つも、スポナー1つで2度美味しいです。サドルはスポナーの宝箱で割と見つかる印象があるのですが、果たして。おー、果たしました。果たしましたって何それ？うお、2つともでダブル果たしました。だからなんなのよ。でもまあアイテム運は相変わらずいいよね。不思議ですけど見つかる気がしてました。エンダーチェストがいっぱいいっぱいなので、回収するのはレコードとネームタグ、雲の糸、サドル1つと、火炎耐性3のエンチャントの本だけにしました。さてそれでは、早速ラバ育成にかかります。1% 未満の対策は考えているの？指摘していただくまで、水中呼吸のスプラッシュポーションの存在をすっかり忘れていました。次に拠点に戻った時に作成します。おおなんて広大な。でもそっちは進行方向じゃないです。おお、こっちにもトンネルがあったとは。で、トンネルはどこへ？むしろ、テリーはどこへ、でしょうに。素でトンネルに見とれて、私ならいつものところです。さてと、まずはようやく馬のいた草原に戻ってきました。今回はだいぶ馬慣れしてきたので、きちんとスピードとジャンプ力のある馬を選ぶ予定です。で、その馬とロバを掛け合わせてみようと思います。やっぱり馬の能力がコラバに引き継がれるのかしら。そう期待したいです。飼いならしの手間はあまりかかりませんので親は選べますが、コラバを大人に育てるのには時間かかりますからね。さてまずは1頭目の馬を飼いならしました。スピードは普通ぐらいでしょうか。ちょっと物足りない気もするわね。ジャンプ力はブロック2段分は優にありそうです。続いて2頭目に飼いならした馬ですが、こちらはどうでしょうか。お、先ほどの馬より速いですね。かける時の音が明らかに違うわね。いい感触です。あとはジャンプ力さえあればいいのですが。あれ？なんか今、異様に高さがあったような。いや気のせいじゃないわ。この馬ジャンプ力がすごいわよ。うおーマジか。まさかのブロック3段分のジャンプ。さて、少しばかり迷ったところをカットしつつ、無事にロバの場所に戻ってきました。ロバは体力測定しないでいいですかね。少し横着します。さて、最も覇気のありそうなロバはどちらかな。ふむ、このバランス感覚、ただものではないはずです。すごく適当な選び方じゃない？というか山頂にいた羊の印象に引きずられただけでしょ。いえ、私なりの厳格な審査です。多分このロバの子なら、水に落ちてもギリギリ川底洞窟の縁にとどまるでしょう。ではいよいよ、ラバの誕生の瞬間です。おー、横にスライドしつつ誕生しました。誕生から10分経ちましたがまだ乗れません。すごく暇です。あれ？草ブロックに埋まってますね。そういえばラバを1ブロックの高さのところに押したのは初めてかもしれませんが、普通に埋まるみたいです。やっぱりそうですね。まあとにかくラバが大人になるまで暇です。そういえば先ほど生まれたばかりの時に、金の人参を10個まとめてあげたのですが、時間を置いてあげた方が良かったのかもしれませんね。おお、やっと来た。金の人参をあげたためか、あっさり飼いならし終わりました。ようやくこれでラバを率いてのメサ探し再開ね。はい。無事に馬から能力を引き継いでくれていたらよし、くれていなかったら適当にまた掛け合わせます。さてまずはジャンプの体力測定です。あややややや、ブロック3段の高さは飛び越えられないですね。親を超えることができなかったということは、親不幸者かしら。いや違うと思いますよ。さて、スピードはどうでしょうか。ターボラバほどではないようだけど、そこそこあるわね。これだけ走れれば十分だと思います。さて、ぼちぼち地図埋めを再開しましょうか。とまあその前に、手持ちの地図でどれが噴出したのか確認していたのですが、10分少々かけてもわかりませんでした。プレイの区切り目ということで、今回はここまでです。ゲーム終了後にプレイ動画で確認したところ、噴出したのは27枚目と30枚目の2枚でした。メサ探しには支障はなさそうです。次回は31枚目を埋めて、2進数ではキリのいい32枚目へ突入する予定です。それではまたね。バイバイ。